当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。大口先生、不正咬合の種類について教えてください。はい、最初に出っ歯、はい、オーバージェット。オーバージェット、はい、上が出ている、上の前歯が外に押された外向きの、まあ、出っ歯ですよね。はい、小さな顎が、まあ、骨格性というんですけども、原因の場合もあるんです。後天的なケースはありますか？おしゃぶりの使用、また親指を吸う癖は外へ歯を押すことによってこのような形にしてしまいますね。なるほど、うん、そして時々口の上が、はい、口蓋の形の変形の原因になってしまうんですね。はい、そのため鼻腔が押されて狭くなります。なるほど、うん、ラングイバは、ラングイバは、はい、スペースがなくて、はい、混み合っている場合ですね。重なっている場合、はい、顎の面積が小さい場合は、はい、歯が重なって出てしまいますね。狭いから。そうです、はい、で正中線、この真ん前の真ん中の線ですね、はい、これが正しい位置にないケースですね。はい、この正中の位置が、線が正しくない場合は、上下の歯のセンターラインがマッチしませんよね。ずれますよね。こういうのね。じゃあよく噛むことができませんね。その通りです。それから下蓋咬合は、過度の下蓋咬合の場合は、はい、上の前歯が前へ飛び出してしまう、つまりオーバージェットがひどい場合と、はい、それから重なりがひどい場合、これはオーバーバイトですね。上の歯が下の歯を隠してしまうほど重なりがひどい場合、はい、こういう場合は下の前歯が、はい、上の口蓋というんですね、口蓋、はい、歯じゃないところの歯茎の部分ですけども、そこをついて噛むようになってしまうんですね。上の歯茎に跡がつく感じですね。そうですね。では反対咬合は、反対咬合は、はい、クラス3と言います。はい、クラス3、これも不正咬合と言われるんですね。はいはい、つまり下顎前凸症と言われているんです。はい、なんか難しい名前ですね。そうですね、はい、それは下の歯と顎が上の歯の前で突き出る状態です。だから上下が逆になったような感じですね。はい、一番の問題はよく噛めないことですね。そうです、その通りです。他にもあるんですよ。はい、歯磨きが難しい。ああ、そうですね。そうです。それと歯周病と虫歯が歯を失う原因となってしまうんです。そうですね、うん、そしてもう一つあるんですよね、はい、それは、顔つきが悪くなる。ああ、そうかもしれませんね。根性の悪いような顔になりますね。ちょっと怒ったような感じになりますね。そうです、そうです。しかし、はい、例えばアメリカでは、はい、実は社会生活には、はい、正しい歯並びは必要なものです。必須のものですね。そうですね、そういえばみんな歯が綺麗ですね。そうですね、ハリウッドスマイル。はい、そうですね、ニコッと。そうです、歯を見せて笑う、はい、これがすごく大事なことですよね。なるほど、うん、他には、はい、脳を刺激する力が弱くなってしまうんですね。はい、で当然記憶力にも関係してしまいますね。なるほど。顔の筋肉を自然に使うので歯並びがいいと老化の防止なんです。シワ防止っていうことですか？そうです。何よりのアンチエイジングなんですよね。はい。歯が綺麗だと見られても気になりませんよね。そうですね、ルックスに自信がつきます。はい。もちろん何でも美味しく食べることができるんですね。そうですね。不正咬合は直した方がいいですよ。はいはい、大口先生ありがとうございました。どういたしまして。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。いつも大口チャンネルをご覧いただきありがとうございます、うん、引き続きご視聴お申し込みをお願いいたします。登録ボタンを押すと便利ですよ。